やでもなんかさっきよりなんか皆さんのおかげでちょっとサバゲーに対する恐怖心みたいなのがちょっと消えてきたので、ちょっと一緒に頑張っていけたらなと思ってます。ではまた第2回戦も一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。どうします、どうしたらいいですか、私たち。どうしたいですかね、どうしたいですかね。隠れましょう、いっぱいちゃんと隠れて隠密行動で。あ、大きい声で言ってたどっち回り行こう、右回り行けますか、左回り行きます、行きます。いた、左回り、左奥側に一人います。右側もいるかも。奥ドラム缶一人ね。了解。ナイス。壁後ろ、右壁後ろ、了解。撃たれてない。そう、だんだん楽しくなってきました、ね、オッケー。あそこにいる、いない、あれはカメラマンさんだ。敵のカメラマンさんを見つけてしまった。敵がどこにいるんだろう。ちょっと待って、いるよ、あそこにいた。へい、奇襲を仕掛けてしまいました。ヒット多分取ったと思います。リーダーを撃ちに行ってしまったかもしれない。右はあそ、さあ段数がですね限りなく少なくなってまいりました。ラストこれで取りに行きたいと思います。右奥にも、右側からも来てるんですよね、右側からも来てるんですよね。よっしゃ取った。どこにいるんだ、
今のは冗談ですかね。あと玉が1個しかないです。今の見ました。ああ標的を1人撃ちたかった。終わりました。綺麗に玉を使い切ってしまいました。はい、赤松吉さんチームカウントが20、もうさっきと一緒。黄色星森さんチームのカウントが17。うわー、やったー、やったー、おめでとうございます。今回こそやられたかと思いました。だって20でしょ、びっくりした。さっきと一緒っていうね、まさか狙ってちゃんと計算してやっていらっしゃる皆さん、素晴らしい。20までに抑えておこう、20までに抑えておこうって作戦だったかもしれない。なるほど。いやーすごい。いやー、なんかやっぱり場所が変わると自陣をね交代したんですよ、後半で。そうするとやっぱ地形が変わってくるので、攻め方とか あっち側って、なんかさっき逆だった時にガンガン来てるなって思ったんですけど、ガンガン行きやすい開け方してるのかもしれないっていう気もしました。確かに、もう赤チームも自陣変わった時、なんかすごいなんか迷路みたいな地形になってるなって思って、そうそうそう、いやこれはちょっとガンガン行きにくいなって。確かに、なんか地形的にガンガン行く側とすごい防衛しながら頑張って打ち取る側みたいな感じだなっていうのをね、両方体験して思いました。いやなんか不安だったの、なんか今日めっちゃ、できるのかなみたいな。もう自分を触るのも初めてだったしっていうので、いや本当にみんなと一緒に楽しめるかなってすごい不安だったんですけど、ちょっと皆さんのおかげもあって、三氏のおかげもあって、すごい楽しい初体験のサバゲーになりました。楽しかったです。よかったです、よかった。